原告義勇軍とは、東京愛好家グループ、刀剣友の会の村上一郎会長と一部、幹部ら、北朝鮮による日本人拉致問題に対する日本政府の対応に不満を募らせたメンバーで構成され、北朝鮮進派といわれる団体や政治家の関連施設等に、拳銃発砲や脅迫文送付等のテロを実行したグループを指す、故障である。 思想と行動を共にする少人数の同士の集まりであったため、犯人逮捕と同時に消滅した。建国義勇軍によって、実弾入りの脅迫状が送りつけられた、社民党本部北朝鮮による日本人立ち問題で、北朝鮮に対する日本政府の対応への不満を募らせた、日本人の会の幹部たちは2002年10月から2003年11月にかけて、朝鮮総ね。 オウム真理教施設を銃撃、話しんよ組合や外務審議官、田中一氏の自宅に不審物を仕掛けたり、社会民主党本部等に実弾入りの脅迫状を送りつける。その際に、建国義勇軍国族性抜隊、建国義勇軍朝鮮性抜隊等を名乗ったため一連の事件は、建国義勇軍事件と呼ばれている。事件当時、日本人の会は、 日本党愛好者団体、刀剣有の会と同じ団体として報道されたが、刀剣有の会は、建国義勇軍事件の主犯、村上一郎が当時会長を務めていた、刀剣、ナイフ販売会社の日本レジンの、月刊通販カタログ誌、月刊刀剣、ナイフ情報の定期購読者に対して、日本レジンが付けた名称であり、日本人の会とは全く関係がない。規約や組織、 行事、活動は一切存在せず、日本刀愛好者団体としての実態もなかった。当然入会手続きもなく、年間購読料を支払って、同志の定期購読を申し込むと、自動的に、刀剣有の会の会員証が送られてくるシステムになっていた。日本刀の通販カタログ紙としては、刀剣柴田や銀座長州屋のものよりも年間購読料が安かったため、 思想に関係なく購読していた日本党愛好家は多い。ただ、迷子を刊末に村上の右翼思想が長々と掲載されており、刀剣業界の事情に疎い当時の日本マスメディアは日本人の会と刀剣有の会を混同した報道を行っていた。正確には村上一郎が月刊刀剣ナイフ情報の紙面等を利用指導士を募って結成したのが、 日本人の会であり、こちらの方は入会資格が定められていて、日本国籍を有しない者や左翼思想の持ち主は入会不可とされていた。犯罪活動を行ったのは日本人の会の一部メンバーであり、一般会員は事件とは無関係である。日本人の会が現在存続しているかどうかは不明であるが、当時の一般会員の証言では、 犯行の事実は全く知らなかったという。事件は全国各地広域的に行われ合計24件にも上った。また、建国義勇軍メンバーはそれぞれ役割分担をして事件を起こしたため組織的に計画を立て実行したことが伺える。また、犯行当時村上から数千万円単位の出資を勧誘されていた日本人の会会員もおり、 このような経緯に鑑みると日本人の会は村上一郎が資金調達のために自らが経営する日本レジンの業務を利用した寄贈組織であったと言える。犯行動機や実行に至るまでの活動に不可解な点が多く主犯の村上一郎が脳疾患を患っており後半中に倒れていることや村上の個人的なトラウマやるサンチマンが 事件の動機と関係しているとの証言もある。当時村上が経営していた日本レジンには莫大な負債があり、暴力団に再建を握られていた。なお、この団体が警察の捜査により明るみに出る以前は、インターネット上の掲示板2チャンネルのハングル板などにおいて在日朝鮮人の自作自演ではないかという陰謀論も見られた。 しかし、事件の性質が明らかになるに従い、在日朝鮮人の自作自演の陰謀ではなく、主犯、村上一郎を中心とする組織的犯罪であったことが浮き彫りとなった。当時、西村慎吾が刀剣究の会の名誉顧問として在籍。西村の事務所では、同議員は地元の支援者を通じて、約4年前に村上を紹介され、年に1、2回あったり、 会の講演を頼まれたりする間柄であったが、事件への関与は完全否定した。ありがとうございます。